ゆきが教えるカッタマ運気予報。二十四節気で言うと立冬、小雪を迎えます。暦の上ではいよいよ冬、そして今月11月は年と月のテーマが重なるスペシャルな月になりますよ。このように自然界に季節があるように、人の人生にも季節が存在します。それを運勢や運気と言います。春に種をまき、夏に開花し、秋に収穫し、冬に種を作るように、その季節に合わせて人の行動も変化します。しかし自然界の季節とは違い、人生の季節は肌で感じることができません。そこで勝玉を知るだけで、あなたの人生の季節を示すことができるんです。またあなたが今どの季節なのかが分かれば、今何をすべきなのか具体的な行動を示すことができます。ここまで聞くと、あなたが今どの季節なのか知りたくなりますよね。そこで1ヶ月の運気予報をお伝えしています。ご自身の勝玉をまだ知らない方は、概要欄に LINE 公式の URL を貼っておりますので、そこからあなたのお名前、生年月日、性別をメッセージで送ってください。私の方で鑑定して、あなたの守護神、勝玉をお伝えしています。運気予報はご自身の勝玉の下一桁を見てください。勝玉が7、17、27、37、47、57の方は宿玉7玉となります。それでは宿玉7玉の方の今月の運気数から見ていきましょう。今月の運気数は1。今月は周囲に感謝を届ける、そんな季節になりそうです。それでは今月の運気の前に、今年の運気からお伝えします。宿玉7玉の方の2023年は試練の季節、そして今月11月も試練の季節。今月は年のテーマと月のテーマが重なるスペシャルな月。それでは気になる試練の季節を詳しく見ていきましょう。自らが要因となるトラブルというより、他人から巻き込まれるトラブルが多くなる時期になります。特に人間関係においては、不平不満、愚痴、嫉妬、妬み、やっかみを受けることも。また人との縁が切れることで、その人との不始末や損失にも注意が必要です。やらなければならないという焦りから正しく判断することが難しくなるため、その点で注意が必要になります。このように試練の季節では、人からの妬み、やっかみを受けやすい時期。妬み、やっかみを受ける前に、こちらから感謝の気持ちを届けていきましょう。それでは運気予報に行きます。占いでは旧暦を活用しているので、11月の運気は11月8日から12月6日まで。中でも年、月、日の運気が重なるトリプルデーは11月11、21、12月1日。このように年、月、日の運気が重なるトリプルデーには、最も運気の影響を受けやすい日。この3日間は周囲に感謝を言葉で伝えることをしっかりと意識していきましょう。それでは試練の季節の良い傾向、悪い傾向をお伝えします。悪い傾向に行くと、社会や環境への怒りや不満が増す時期になるでしょう。しかし怒りや不満というパワーを、芸術や技術の奥深さを堪能することに使うことで、良い傾向に向かうでしょう。そして悪い傾向に行くと、人間関係で問題が起きやすい、そんな時期になるでしょう。しかし問題が起きた時こそ、感謝の心を身につけるチャンス。そういった心持ちで良い傾向に向かっていくでしょう。そして悪い傾向に行くと、短絡的な判断をしがちになるので注意しましょう。しかし良い傾向に行くと、新しい発想で才能を発揮する、そんな時期になるでしょう。このように毎月の運気予報をチェックして、今月の行動の指針にしていきましょう。さあ皆さん、いかがだったでしょうか。あなたの人生の季節を知ることで、あなたが望むべき未来をどのようにして手に入れるのか、具体的な行動を示すことができます。勝玉運気予報は毎月アップしていきますので、人生の参考にしてくださいね。そしてこの勝玉運気予報は、人生の季節で分かることのほんの一部。仕事運、恋愛運、金運、健康運、全体運など、もっと詳しく知りたい方は、このような冊子もご準備しております。詳しくは LINE 公式のメッセージでお問い合わせください。よかったらチャンネル登録、グッドボタン、コメントお待ちしております。